にょーぴー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 。今日のお話は、にょっぴーちぇん。昔々あるところに、とてもかわいい不思議な生き物、にょっぴーというのがいました。にょっぴーはある村の村長の娘。お花にいつも可愛がられていました。お花はニョッピーを撫でながら歌うのです。白くて丸くてふわふわで、おめめがきょぽきょぽかわいいの。にょっぴーにょっぴーにょっぴーや。にょっぴーにょっぴーにょっぴーや。目がとろんとして眠そうな顔をするにょっぴー。するとにょっぴーのお腹がぐーとなりました。あら、にょっぴーお腹が空いたんじゃない?おやつにしましょうね。ふふっ。今日はね、お父様がお土産でもらってきた有名な杏仁豆腐なの。とても名の高い料理人が作ってくれたらしいの。きっと美味しいわよ。杏仁豆腐。ふふっ。今お皿に入れて出すからね。はい、どうぞ。じゃあ私が食べさせてあげる。はい、あーん、あーん。その時でした。どん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 。どん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 。あ!びっくりして、レンゲの上から杏仁豆腐が滑り落ちました。床にぽよん、はーん。すると扉がガチャリと開いて、三人が入ってきたのです。二人は男、一人は女でした。男は言います。村長はどこだ?父は仕事で他の村に行ってるわ。あなたたちは誰ですか?ふふん。私の名はタイフーン。そして弟のサイクロン。妹のハリケーンで。この村を俺たち台風一家の支配下に置かせてもらおう。一週間後、この家から出ていかなければ、ひどい目に遭わすぞ。村長にそう伝えておけ。ええ?ニョッピーは怒っています。ニョンニョン。なんだこの犬だか猫だかわかんない生き物は。ん?なんだか美味しそうなものを食べてるじゃないか。いただきまーす。あーん!サイクロンが杏仁豆腐をペロリと食べてしまいました。許せぬ。果たして、どうなってしまうのか。続く。